現在のエリコ市街地近郊の井岡、テルエススルタン。近くに泉が湧く場所があることから、町が長年この場所に作られ、その廃墟が丘となって積み上がった。これが古代のエリコの町の遺跡とみられる。シリア北部テルブラク遺跡 NE 地区の勢い丘とは、ある場所に繰り返し集落や都市が築かれた結果、その場所が丘のように盛り上がった状態、またはその場所。 集落や都市の形成、放棄、整地の繰り返しにより形成されるため、相乗の遺跡となる。い、丘が形成されるのは、人々の居住に適した場所がある、程度限定されるためであるが、特に乾燥地では、水利施設による制約があるため、形成されやすい。い、丘は、世界各地に分布しているが、具体的な例としては、西アジア各地に見られる、タル、テル、テペ、 ホユックと呼ばれるものが挙げられる。また、アンデス地方では、ピラミッドや巨石などを含めて、このような丘のことを和歌と呼ぶ。そのため、こういった地域の遺跡名は、テペボー、ボーテペ、ワカボーという遺跡名が多く、実際に丘を形成している場合が多い。丘は、いくつもの文化層が重なった結果、丘のようになっているので、その場所の歴史のタイムカプセルになっている。 典型的な創意発掘調査が期待できる。文化層の遺物を共犯遺物と考えることができる。他のい丘の調査結果と比べることにより、そのい丘が集落内市は都市として機能していたのか否かなどを含めてその地域の歴史を知ることができる。ありがとうございます。